アイテム番号。SCP-673JP。オブジェクトクラス。ユークリッド。特別収容プロトコル。SCP-673JP はサイト81の水槽に収容されます。水槽は7メートル ×8 メートル ×5 メートルで内部は標準水生生物収容マニュアルに則った環境にしてください。SCP-673JP は5000匹ずつ収容し同じ水槽内に7000匹以上いないようにしてください。収容下にない SCP-673JP は発見次第機動部隊を、1、駆除業者、が処理を行います。説明。SCP-673JP は特異性を持つボラ、ムジルセファルス、の軍隊で、個体はすべてオスです。現在約3万匹が収容されています。SCP-673JP は一般的なボラと比較し攻撃的です。SCP-673JP が最低約1万匹で構成されると SCP-673JP を視認した生物に対して認識障害を引き起こしボラ以外の海洋生物のオスへ擬態が可能になります。擬態中の SCP-673JP は擬態している生物に近い形状に隊列を構成します。例えば擬態している生物が頭足類なら沢腕は SCP-673JP が一列に連なった状態になります。これにより物理的な接触を伴い擬態した生物のように振る舞うことが可能です。擬態は必要がないと考えられる状況になるか空気中で最大7分以上経過すると終了します。この擬態は外敵から身を守るなど SCP-673JP1 個体より大きな生物に対抗するため、また繁殖のために他の生物と交尾するためなどに用いられます。SCP-673JP は1900年、月、日に、県沖の、で発見されました。周辺を巡回中だったスクプスマーユ1がイタチザメ、ガレオカードクビアー、を捕食し終えた7匹のシャチ、オーシヌスオークエイ、が、ボラの魚群へと変化する瞬間を目撃し、財団はこれを異次元現象と認定し確保作業を開始しました。マーユに配備していた網で捕獲を試みた直後に、SCP-673JP は再度集合し全長約25メートルの頭足類の生物へと擬態しました。後に職員への聴取によりその大きさと沢腕の鍵爪からダイオウホウズキイカ、メソニーコチューチスハミルトニア、であると結論付けられました。SCP-673JP は戦場にいた職員9人を殺害、また船体下部への攻撃を行いマーユは一部損壊しました。オブジェクト確保用アームで SCP-673JP の触腕を掴んだ直後に、擬態を解除され9割以上の SCP-673JP は逃走しました。財団はこれを踏まえて機動部隊を編成、また特別捕獲プロトコルを制定しました。特別捕獲プロトコル。機動部隊を、1、駆除業者、は2隻の船舶、ヒサメ、ハクロ、とその搭乗員から構成されます。SCP-673JP の進行方向の前方にヒサメ、ハクロを配置します。2隻の間で15メートル ×100 メートルの網を広げます。この網は直径10ミリメートルのワイヤー製で網目の間隔が30ミリメートルのものを使用します。網に SCP-673JP が接触したら2隻が後方に移動し閉じ込めます。捕獲作業中に船舶を攻撃可能な生物に擬態した場合は配備している重火器により攻撃を行い鎮静化を図ります。捕獲した SCP-673JP はサイト81の収容室に併設している処理棟に輸送し焼却処分します。事件記録673-5。県沖の、を巡回中だったスクプスツバメさんがマッコウクジラ、フィセターマクロセファルス、に擬態した SCP-673JP を発見。発見時 SCP-673JP は別のマッコウクジラと交尾をしていた。機動部隊が SCP-673JP を処理した後に研究目的でこのマッコウクジラを確保した。この様子を撮影していた映像にはマッコウクジラの正規 SCP-673JP からいくつかの個体が侵入する様子が記録されていた。その後のマッコウクジラへのレントゲン検査により子宮部に SCP-673JP の個体が15体ほど確認された。確保から14ヶ月後マッコウクジラが出産する予兆を見せた直後に突如同質量のボラの卵に変化した。その後の観察によりこの卵から孵化したボラが SCP-673JP と同様の特異性を有していたことが判明した。観察後今回生まれた SCP-673JP は全て処理された。